これからウィメンズヘルス周産期看護学分野の研究室紹介を始めます。それではお二人に3つの質問をさせていただきます。1つ目がどんなことを研究しているのか、2つ目が研究室の雰囲気、そして3つ目にこの研究室に入って良かったことをお聞きしたいと思います。では1つ目にどんなことを研究しているのかを教えてください。はい。ウィメンズヘルス周産期看護学分野では、一生涯にわたる女性の健康の向上、女性の生活の質をこうの向上を目指した研究に取り組んでいます。具体的な研究内容についてです。先生方の研究は、男性のケア力に関する研究、女性のキャリアと健康に関する研究、妊娠期の快適性と QOL 向上に関する研究、生き生きとした生活への支援に関する研究、看護理工学を用いた助産技術の開発、普及に関する研究、コペアレンティングに関する研究、妊娠期の身体活動を座位行動に関する研究などです。次に学部生の研究についてです。学部生は母子の愛着について、LGBT について、発展途上国の助産師について、妊娠・出産に関わる知識に関連する要因について、閉経後の骨粗しょう症について、産後うつについて、就労妊婦について、NICU について、その他先生の研究のお手伝いをさせていただいたりと様々です。ちなみに私は LGBT についての研究をしようと思っています。ありがとうございます。では次にどんな雰囲気なのかを教えてください。はい。私たちの研究室は、看護学分野の中でも人数が多く、論文消読会などでは全体での質問を通して理解を深め、研究に役立てている印象があります。ゼミでは、発表者に対しての意見や質問が多く行われるため、それぞれの研究内容を高め合っているように感じます。ありがとうございます。では最後にこの研究室に入って良かったことを教えてください。いろいろな分野の研究をしている人がいらっしゃるため、ディスカッションの際には様々な視点から問題を考えられること、妊娠、出産といったライフイベントによる心身や生活の変化がどのようにして起こるのかについて詳しく知ることができ、また、それらに対する最新の研究についての情報が充実していること、どのような研究をするかについての決定権が比較的広く、自分がやりたい研究ができることが入ってよかったこととして挙げられます。ゼミなどでは、先生方からセミナーや学会を紹介してもらえるため、それに参加することもできます。ありがとうございます。たくさん入ってよかったことがあるんですね。それでは、このインタビューは終わらせていただきます。と、ウィメンズヘルス周産期看護学分野にご興味ある方は、ぜひ一緒に研究しましょう。ありがとうございました。